はい、あれですよね、ちょっと誰が一番最初にダイヤ見つけるかやろうぜ。あ、いいよ。みんな今の Y 軸 X 軸ダイヤモンドはどこに分布されてんの？みんな早く教えて。どっち Y2 万。Y2 万。超高層了解。宇宙かな。であれば宇宙の塵の方のダイヤでしょうね。おもろ。おもろくないやん。じゃあ。いや、おもろい。おもろい。どうする？じゃあ、それぞれやる？あ、いいよ。それぞれでも。ダイヤ、チャレンジしますか？しますか。え、通話どうする？いや、通話もつなげるでしょうよ。ああ、そうだった。あいつ、私のこと好きなんだった。忘れてた。抜けたかな？抜けてた。はい、というわけでね、まあ、やっていこうかなと思いますけれども、今からねチャレンジやっていこうかなって思うんですけど。よし、まあいいわ。あんなやつのことは忘れよう。みんなね、みんなだけで一緒に楽しくやろうね。みんなだけで一緒に楽しくやろうね。謝ってください。やばい、戻ってきた。ごめんね。やばい、戻ってきたは違うだろ。めっちゃお腹すいたわ。食べちゃおう。何食べんの？お芋のパン。いいっすね。この間倉持先生が場をつなげてくれます。最悪だ。皆様いかがお過ごしでしょうか。平日の夜中というかもう朝ですね、どちらかというと、うん、皆さん今日は何をされるんでしょうか。お仕事、学校、いろいろあると思います。夜勤から帰ってきて今お風呂に入ろうという人もいると思います。これから朝バイトに向かわれる人もいると思います、うん、本当にお疲れ様です。私たちはそんなみんなに頭が上がらない思いです。奴隷ですか？優しい所長がいたじゃん今。うちの会社が今年でねもう50周年を迎えられるというのは本当に一重 にみんながね頑張ってくれるからなのかなと思って、今回は社員旅行にハワイを用意しました。うわー、嫌な会社。みんな伸ばして手当出せっつーの。なんてこと言うんだよ。あー、すいません、すいません。一生懸命ハワイを用意したんだぞ。すいません、あまり本当のことを言わない方がいいか。